最速の名をかけてスプリンターたちがここ中山競馬場に集結しました。瞬きする間もない電撃の芝六波論戦。さあ、 G1 スプリンターズステークスの発走です。さあ、最後は大外枠のスノードラゴン。ゲートに入って体勢が整いました。スタートしました。アストンマーチャン、これはいいスタートを切りました。ロードカナロア、この馬も好スタートを切りました。ダッシュよく飛び出してアストンマーチャン花に立ちます。その後ろからはロードカナロア、この馬も上がっていく構えです。後方に控えたのがスノードラゴン。先頭に戻りましょう。カルストンライト先手を取りました。大きく離れましたロードカナロア、そしてやや離れてカレンジャー。さあ、先頭は前手して5番カルストンライト、リードは6馬身ぐらいあります。カルストンライト一人旅、2番手のロードカナロア、早くも先頭に躍り出るか。ここで先頭はロードカナロア、あと200m、ここで後続が襲いかかる。レッドファルクス必死に追います。グランダレ食い下がる。先頭はロードカナロア1着で合流。2着にはどうやらグランダル、3着はグランアレグリア。ロードカナロア見事このレースを制しました。